12月に入り2億円ダウン、3000万アップは妥当なのかなどの記事を目にしますが、異次元すぎてわからないというのが正直な感想です。今年も各球団契約更改は大詰めを迎えています。そこで1年前に行われた契約更改で年俸アップを勝ち取った選手たちトップ10を振り返っていきたいと思います。2021年から22年の年俸アップ金額が多い選手トップ10は誰だったでしょう。皆さんも思い出しながらお答えください。まずはトップ10の選手の年俸アップ額を見ていきましょう。この金額がお給料という意味ではなくて、21年からプラスでこれだけもらいましたよというランキングです。プラス2億2000万が1位となっています。10位から見ていきましょう。5000万から1億2000万円にアップしました。入団からこれまで全ての試合で先発登板しています。2018年まではローテーションを守ることが難しく4勝止まりの一方、2軍では最多勝を獲得。19年は開幕ローテ入りし9勝、20年は7勝するもリーグ最多の9敗を喫しました。21年4月に4勝し月間 MVP、 オリンピックにも出場しました。13勝を挙げ投手3冠を獲得。一気にこのアップを勝ち取りました。22年はコロナの影響で出遅れますが、 NPB 初の2年連続最多勝と最高勝率の同時獲得者となり、さらなる大幅アップを勝ち取りました。この選手は青柳晃洋投手でした。9位は7500万円アップ、倍増の1億5000万円で契約しています。1年目の開幕戦からセンターでスタメン出場を果たすと、新人王こそ逃しますが入団から2年連続全試合出場と盗塁王を獲得。主に1番打者としてチームを牽引します。21年は3年目にして選手会長に就任。盗塁王こそチームメイトの中野に譲りますが、ベストナインとゴールデングラブ賞最多安打を獲得。倍増の1億5000万円となりました。22年は主に3番を打ち、2年連続ベストナインとゴールデングラブ賞盗塁王の奪還に成功しています。この選手は近本浩二選手でした。8位は8000万円アップ、2015年から正捕手に定着し、ベストナインやゴールデングラブ賞最優秀バッテリー賞を受賞するなどメキメキと力をつけます。20年は2度の怪我があり29試合にとどまりますが、背番号を2に変更した21年は攻守にわたりチームの日本一に貢献。日本シリーズ MVP にも選ばれました。 FA 権を行使せずに残留を決めた22年は1億7000万円プラス出来高の3年契約を結び、準永久欠番だった27を背負うことになりました。この選手は中村雄平選手でした。6位対9000万円アップ、1人目は4年目の2018年、22歳にして3割30本100打点を達成した選手です。20年は31本91打点でホームラン王と打点王を獲得、ベストナインにも選ばれました。21年も開幕から4番を務め好不調の波もありましたが、39本113打点で2年連続2冠を獲得。22年は8年目で150本塁打を達成、5シーズン連続30本塁打も記録しています。この選手は岡本和真選手でした。6位対2人目は先発で1年目から8勝した選手です。たびたび怪我で離脱はあるものの、15年16年は2桁勝利を挙げています。20年は自己最低の25イニングのみの登板、21年も怪我の影響で後半戦を棒に振りました。22年に FA 権取得を見据えた球団は年俸変動制の4年契約を提示し、不本意な成績ではあったものの1億5000万円プラス出来高払いとなりました。本人も記者の皆さんも驚いたでしょう、僕が一番驚きましたとコメントしました。しかし22年も怪我で10試合のみの登板となっています。この選手は武田翔太投手でした。第5位は1億円アップ、2016年セリーグショートで初の首位打者を獲得します。20年は右打者では最年少で2000本安打を達成、21年はオリンピックにも出場し通算250本のホームランも達成。
19年から5年契約を結んでおり、20年から21年に関しては横ばいの成績ですが、年俸は変動制とのことで1億円アップとなりました。22年は怪我で80試合程度の出場にとどまり、イメージだけでなく年俸もダウンしています。この選手は坂本勇人選手でした。3位タイは2人います。ルーキーイヤーから7年連続2桁ホームランを放つ一方、通算打率3割2分7厘の安定した打撃で年々順調に成績を伸ばしています。18年から3年連続全試合に出場、21年は選手会長に就任、オリンピックにも選ばれ、2度の怪我に見舞われながら CS にスピード復帰し、25年ぶりの優勝に貢献しています。背番号も7に変更し、挑んだ22年は日本一、23年はメジャー挑戦を表明しています。この選手は吉田正尚選手でした。3位対2人目です。2年目となる19年は開幕スタメンを勝ち取り、5月11日に早くも2桁ホームランを放つと、8月にはサヨナラホームラン最年少記録を樹立。最年少記録を次々と塗り替えると、チーム唯一の全試合に出場し、新人王にも輝きます。20年は開幕から4番に座り、2年連続全試合出場、最高出塁率のタイトルも獲得しています。21年も開幕から全試合出場、3年目で通算100号ホームランを放ちました。22年の活躍ぶりは周知の通りです。この選手は村上宗隆選手、流行語にも選ばれました。2位は育成出身の選手です。2年目4月に支配下登録されます。13年は中継ぎで51試合に登板しますが、怪我を機に15年から先発に転向、16年から22年まで7年連続2桁勝利を挙げています。20年は投手3冠を獲得、チームを優勝に導きました。21年オフに国内 FA 権を行使せず、オプション付きの5年契約を結びました。メジャー挑戦を見据えた3年契約を結ぶものと思われていましたが、怪我の怖さから複数年契約を選択したとのことです。22年は育成出身者として初のノーヒットノーランを達成、通算勝利数、奪三振数はいずれも育成者出身最多記録です。この選手は千賀滉大選手でした。そして第1位は2億2000万円アップです。入団2年目に中継ぎで54試合32ホールドを記録しますが、3年目から先発に転向、2年連続8勝を挙げると21年は開幕投手に抜擢されます。交流戦ではチームを優勝に導き MVP に選ばれます。東京オリンピックに出場し、自身15連勝するなど25年ぶりの優勝の立役者としてリーグ MVP に選出、沢村賞も受賞しました。令和初、史上8人目の投手5冠を達成、22年も2年連続5冠を達成し、史上初の快挙となりました。この投手は山本由伸投手でした。最後にトップ10をもう一度振り返りましょう。くしくも阪神、ヤクルト、巨人、ソフトバンク、オリックスから2人ずつのランクインとなりました。2023年の年俸も全選手の公開が終わり次第アップしていきたいと思います。そちらもぜひご覧ください。ということで、野球でクイズ全問終了です。お疲れ様でした。ベスト10のうち何問分かりましたか？このチャンネルではテーマを募集しています。ぜひコメント欄にお寄せください。高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。